はいどうも、フラちゃんです。はい、じゃあ本日はですね、初見だと間違えやすい単語ということでやっていきたいと思います。まあ要はどういうことかっていうと、漢字の読み間違えとかじゃなくて、単純にカタカナなんだけども、まあ例えば今あるね、レンドアっていう読み方、こちらがレドンガになるとかね、まあそういった感じで、まあとにかく初見だとなんか間違えて覚えがちなそういった単語っていうのを今回ね、ライブ中にたくさん発見しましたんで、今回そちらをね、動画バージョンということでやっていきたいと思います。というわけでね、早速やっていきましょう。はい、というわけでまずは一つ目ですね。紙ハルムイということで、まあ紙ハルムイあると思うんですけども、まあ昔からやってる人ならね、全然の紙ハルムイがどうしたって感じなんですけど、こちらですね、読み方として紙ハルムイじゃなくて紙ハム類とかね、ルとムを逆転させてしまうとか、まあそういった読み方になってしまう人は多いみたいです。まああとはカルハルムイとかね、なんかその辺っていうのも間違えて覚えてたっていう人はライブ中にいました。まあそういうわけなんで、意外とこちらっていうのは最近やり始めた人ならば、まあ意外とこう間違えて覚えがちなのかなっていう感じはしたんで、まあこちら入れさせていただきました。どうでしょうか、こちら。紙ハルムイですからね。紙ハム類じゃないですからね。ムトルを意外と逆転させがちなんで、まあこちらっていうのはね、気をつけてください。で、次ですね。メギストリスということで、まあこちらメギストリス、なんのこっちゃと。まあこちら初見だとね、まあ自分もそうだったんですけど、メギストトリスって覚えてる人、めっちゃ多いんすよ。これ自分もそうだったんですけど、ライブ中にもね、何人もいました。まあ要は、メギストで一回区切っちゃったもんだから、なんかその後ね、リスっていうなんか、ちょっと語呂悪い感じがね、あって、で、メギストトリス。まあそんな感じで、まあちょっと一文字追加してしまったっていうね、まあそういった人は多いと思います。まああとはちょっと一文字消して、メギトリスとかね、ね、聞こえ方によってはまずいような、そういった感じの覚え方になってしまってる人っていうのは多いです。まあそういう感じで、こちらメギストリスもですね、メギストリスですからね、メギスで一回区切ってください。メギストで区切っちゃうと、メギストトリスになっちゃうんで、まあ、ここっていうのはね、要注意です。で、次ですね。魔法使いの呪文。いや、これはね、かなり多いと思いますよ。未だにいるんで、これ、マヒャデドスあるじゃないですか。これをね、マヒャドデスって言っちゃう人めちゃめちゃ多いんですよね。まあ、というのもわかるんですよ。めちゃめちゃわかる。だって、ヒャドがあるでしょ?ヒャダルコがあるでしょ?マヒャドがあるでしょ?で、次ね、マヒャドの次なんで、マヒャドです。なんかそんな感じになりそうなんですよね。まあ、なんかデスがついた方が強いみたいなさ。まあ、そんな感じに覚えがちなんですけども、これよく見てみると、マヒャデドスなんでね。デドスなんで、ドデスじゃないんで、その辺でやっぱ結構勘違いして覚えてる人は相当多いかなっていう感じはしました。自分も昔そうでした。ずっとね、マヒャドデス、マヒャドデス言ってたら、なんかフレンドにバカにされて、何っつったら、いや、マヒャデドスね、みたいな。で、チャットで書かれてもいまいちわかんないですよね。なんか今までそう覚えてきたもんだから。で、本当によく見てみると、マヒャデドスだったんで、まあ、ここはね、相当多いと思います。今回の動画で。あ、そうだったんだって思った人。意外とこれ文字パッと見るとさ、人間って前と後ろの文字だけ見て、なんとなくこう識別しちゃうんで、もうそれずっと見ないと意外と気づかないことって多いんですよね。まあ、なのでこちら、マヒャデドスです。マジこれ今回伝えたかった一番。で、次ですね、メラガイアとかね、まあ、あとはドラゴンガイアとか、なんかいろいろあるじゃないですか。で、あれのアなのかヤなのかわからんっていうね、まあ、メラガイヤーなのか、メラガイアなのかよくわからんっていうこと。正しくは、メラガイアです。はい。で、ちなみに、ドラゴンガイアなんでね、まあ、こちら、ヤじゃないんで、まあ、意外と多いんでね、モンスターハンターでも多かったですね。リオレイヤとかね、まあ、アなのかヤなのかわからんということで、まあ、ここっていうのも意外と多いんでね、しっかり覚えておいてください。大体は、アなんでね、まあ、そちらっていうのは、しっかり覚えておいた方がいいと思います。意外と恥かくことなんで。で、次ですね、ガートラントということで、ガートラント、皆さん、結構これもね、何パターンかありますよ。なんか間違えやすい系で。ガートラントですからね。ドじゃないっすよ。ランドじゃないっすからね。だから、まあ、ディズニーランドとか、なんかその辺があるんで、まあ、ガートランドって読みがちなんですけども、まあ、正しくはガートラント。まあ、ランドっていう意味ではないということですね。あとはガードランドとかね、なんかその辺、とにかく濁点つけまくりましたみたいな、そういった感じの読み方をしてる人も多いです。まあ、とにかくガートラント、意外と濁点が少ないということ、まあ、こちらを覚えておきましょう。あるあるですね。で、続いてですね、強ボスで戦えるボスなんですけども、はい、こちら、ジウギス。
これ意外とね、ジギウスって呼んでる人多いんで、はい。これあの、ジウギスですからね。なんつうか、こいつ語呂悪すぎるんでね、ジウギスって、すごくこう読みにくいんですよ。どっちかっていうと、ギが先に来た方がね、ジギウスって読みやすいんですよね。ジウギスだとなんか、ジウギスみたいな感じになっちゃうんで、まあだからその間違いもね、結構あるあるだと思います。まあ人間っていうのは、あの、読みやすい方に勝手にね、こう覚えちゃったり、直しちゃったりするんで、まあだからこちら、ジウギスですからね、読みにくい方が正しいです。まああとは、結構凶暴系多いですね。あのバサグランデとかね、この辺も意外となんかよくわからんみたいな名前なんだっけっていう感じになる。あとはイットとかね、まあこの辺小さなことなんだけど、イットとかなんかその映画の名前みたいになっちゃうみたいな、その濁点がないっていうパターンですね今度はね。で、あとはマリーンとかね、マーリンとかになりがちなんで、まあとにかくあの凶ボス系っていうのも意外と覚えて、でそれであの実際間違ってましたっていうことも多いんで、まあこの辺っていうのはね、要チェックですね。まあとにかくジウギス、であとはマリーン、であとはイットなんで、はい、こちら要覚えてください。で次ですね、はい、こちらドアチャッカ大陸なんですけども、これも多いっすね、結構間違えて覚えてる人。はい、これ自分のね、あのリア友にもいたんですけども、ガタラなんでね、ガタラですよ、いいですか、ガラタじゃないですかね。これめっちゃ多いんで、マジで。ガラタって覚えてる人。あの、ドアコ使ってんのにもかかわらず、ガタラじゃなくてガラタっていう人も多いぐらいなんでね。だからここっていうのも意外とこれ間違いがち。で、もう一個、アグラニですから。アラグニじゃないですからね。もしくは、アグニラとか言ってる人も多かったです。そういうわけなんで、これ意外と多いんでね、マジで。本当に多いと思う。まあ、あとはドルワームとかもね、意外となんか、名前よく覚えらんねえよ、みたいな、そういう感じの人多いんで、まあ、なんて読むかは、わかんないんですけど、まあ、とにかく、こう、ドアチャッカ系っていうのは、意外と読み間違いが多いかなっていう印象は受けました。で、次ですね。はい、こちら、プクランの大陸になるんですが、エピステーサですから、こちらはまた多かったですね。やっぱ結構多かった。エピスなんで、エスピじゃないんでね。なんつうか、モンスターハンターフロンティアにエスピナスってモンスターがいたんで、まあ、多分モンスターハンターやってる人に関しては、エスピって呼んでしまうかなっていう感じですね。ちなみに自分もエスピって呼んでました。はい、ごめんなさい。まあ、エピスですから、はい、ピが先ですよ。もう、スピじゃないですからね。エスピじゃなく、エピステーサ。はい、こちら、要チェックです。意外と間違えて覚えてる人は多いです。はい、というわけでね、まあ、前半戦終わりということで、はい、次後半戦やっていきましょう。はい、というわけで次ですね、あの後半戦やっていきたいと思います。まずリルグレイドいるんですけども、まあ、ちょっとあの辞書調べたらなかったんで、これモンスター討伐リストちょっとなかったんであれなんですけど、まあ、あのリルグレイドですから、まあ、結構リグレイドとか言ってる人多いみたいですね。これなんか自分ね、あれそうなのかなって思ったんですけど、まあ、ライブ中に意外と多かったということで、こちらも取り上げさせていただきます。まあ、あの防衛軍のあれですね、あの異性からの侵略軍、まあ、あれのボスなんかはやっぱあの結構間違いやすいと評判なんで、まあ、そこはね、あのしっかりとこう要チェックしてみてください。で次ですね、まあ、バザーのね、その出ている品なんですけども、まあ、皆さん結構知ってる方も多いと思います。こちらのスティックのルネッサンステッキ、いいですか、ルネッサンステッキですよ。ルネッサンスステッキじゃないですからね。意外とね、ルネッサンスっていう言葉があるわけで、まあ、それとステッキ、まあ、これね、二つで一つみたいな感じになってるんでね、まあ、ドラクエでは。まあ、どうなんだろう。実際にはルネッサンスステッキなんだけど、文字数的になんかルネッサンステッキにするほかなかったみたいな、そういう噂もあるんですけども、まあ、とにかく、ルネッサンステッキですから。はい、こちらはですね、あの、ルネッサンスステッキではございません。まあ、こちらもね、あの、正しく、しっかりとこう覚えてください。まあ、ついでにこちら言っちゃうと、シュビラススティックじゃないですからね。はい、これも意外と多い。てか、やっぱ多分文字数的にそうだとは思うんですけどもね、シュビラスティックですから、まあだから、まあこの辺っていうのもね、しっかりあの装備系っていうのは意外と間違えがちなんで、こういうカタカナ系っていうのは。まあなので、そういったややこしい間違えっていうのをしないようにしてください。で、次ですね。はい、こちら、エルトナ大陸。ツスクル。はい、ツスクルです。いいですか？ツクスルとかじゃないですからね。あの、結構多かったんで、これもライブ中に。まあ、自分もね、確か昔なんか、つくするみたいなさ、なんかよくわからん覚え方をしてたような感じはするんですけども、まあ、正しくはつすくるということで、まあ、結構ね、あの、やっぱこういう町系って多いですね。あの、こういったラッカランとかもさ、なんかよくわからんみたいな、ラッカンとか、ランラランみたいな、よくわかんないけど、そういう読み間違い、どういった感じかは忘れたけど、こちらっていうのも意外と間違えて覚えてる人は多かったですね。まあ、とにかくあの町系マジで気をつけてください。はい、あとね、キュララ海岸ということで、キュララな海岸ですよ、いいですか。あのアニメでね、デュラララっ
デュラララってあると思うんですけども、デュラララララもうよくわかんないけど、あの辺もね、ラの数がわからんということなんで、意外と間違いがち。いいですか？まあ、こちら、ありますね。キュラララですから、ラは二つです。いいですか？キュラララなじゃないですからね。まあ、意外とラの数がね、よくわからんっていう人が多かったんで、まあ、この辺もね、あるあるということで取り上げさせていただきました。で、次ですね。フワちゃんじゃないですかね。結構いるんで、これ。フラちゃんですね。いいですか？フラちゃん。右下見て、これ、フラでしょ？ラ行なんで、フワじゃないんでね。いいです。結構いるんで、マジで。有名人にフワちゃんっているんだけど、そのフワちゃんと混合にしないでほしい。いや、マジで、これ、ドラクエとは全く関係なくて、単純にこれ、個人のね、フラちゃんのその、個人の考えなんですけど、考えというか、もうその注意事項と言ったらいいのかな。フラちゃんですからね。フワちゃんって言ってる人多いです。たまにいるんですよ。よく動画見てます。いつも応援してます。フワちゃん頑張ってるみたいな。いや、お前絶対見てないだろって思うんだけど、ね、フラちゃんって右下に出てるわけだし、毎回ね、動画の最初にフラちゃんですって言うんで、どうなのかなって思うんだけど、フワじゃないんでね、ふわふわしないでください。フラですからね。いいですか？皆さん、しっかり覚えておいてください。で、次ですね。はい、こちらのモンスターなんですけども、ヘルカッチャーですから、ヘルカッチャなのに、ヘルチャッカって呼ぶ人めっちゃ多いんですよね。墓地数足らなくなるんで、だからこちらは正しくはヘルカッチャです。はい。これ今意外とも使うことはないかな、ほとんど。昔はね、討伐依頼とかであったんで、ヘルカッチャって結構使われる単語ではあったんですけども、まあ最近はあんまりこうないですね。まあマジックファンの本とかね、懐かしいですね。昔取りに行った記憶はあります。まあそんな感じでこちらヘルカッチャって今は使われることはないですけど、まあそうですね、当時結構使ってた人でも、なんかヘルチャッカって言ってる人めちゃめちゃ多かったんで、まあ、これっていうのもあるあるなんじゃないでしょうか。はい、というわけでこちら次はですね、炎の領海のエジャルナ。これ自分もね、たまにどっちかわかんなくなるんですよね。エジャルナなのにエルジャナって呼んでしまうパティーン。まあ、そういうのがね、マジで多い。どっちかマジでわかんなくなる。エジャですから、エジャ。エジャルナ、ルナですよ。エジャルナ、エルジャナじゃございません。はい、こちらマジで多いんでね、気をつけてください。はい、というわけで最後なんですが、これ、めっちゃわかりづらい。ケツアルコアトルスですからね。自分なんかそうだったんですけど、ケツアルコトスだとずっと思ってたんですよ。まあ、ただこれライブ中にも指摘されたんですけど、これよーく見てみると、ケツアルコアトルスなんですよね。マジでわからん。マジで覚えにくい。これどうにかわかんないですよ。未だにこうね、そういえばあれって何って言われても、これわかりにくすぎて覚えらんないんですよね。ケツアルコアトルスっていう。なんか、言ってるその文字数よりも、めっちゃ多い感じのその読み方というか、ケツアルコトスだとずっと思ってたんですけど、まああとはね、ケツアゴトルスとかのその辺のなんか言ってる人もいるし、まあとにかくこちら、もうマジでね、モンスター多分一番わかりにくいんじゃないかな。ケツアルコアトルスっていう、まあこの読み方、皆さん正しく覚えられてたら高評価お願いします。まあ覚えられてなくても高評価お願いします。まあそういうわけなんでこちら後半戦終わりました。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、今回はね、意外と間違えやすいというか、初見じゃほぼほぼ間違えてる人が多発しちゃうんじゃないかと呼ばれる、まあ、そういった単語を紹介しました。まあ、ぶっちゃけね、他にもたくさんあると思います。コメント欄で教えてください。はい、というわけで今回の動画ですね、ためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。